俺には俺を必要としてくれる子がいるんだ。お前のことは十分養っただろう。この条件で離婚届を書いてくれ。夫はそう言って私に離婚届を突きつけてきた。30年も連れ添ったというのにこんな仕打ちをするのか。だが夫はまだ気づいていない。私がただ黙って引き下がるわけがないことを。私は望み、57歳の主婦だ。夫との正人とは結婚してもう32年が経つ。私たちには舞という娘がいるのだが、子供がいるとはいえこんなにも長く結婚生活を夫と送ることになるとは思わなかった。夫との出会いは職場だった。私は専門学校を卒業してから働き始めた会社で夫と出会った。夫は当時からなんとなく周りの目を引くようなタイプで、それは私が会社に入った時にすぐに感じたことだ。めちゃくちゃイケメンというわけでもないんだけど、なんだか魅力的に見えるのだ。彼は私が入社した時の教育係だったのだけれど、二人で一緒にいる時はすごく楽しくてドキドキした。そして、私は仕事の相談を口実に彼を飲みに誘ったりした。そうやって少しずつ距離が縮まっていき、彼の方から私に告白をしてくれて付き合うことに。憧れていた人と付き合うことになり、私はものすごく嬉しかった。そしてそれから私たちは3年ほど付き合った。同棲もして、このままずっと一緒にいてもいいだろうと思った頃に、彼がプロポーズをしてくれて結婚することになった。順調に交際を続けた上での結婚だったので、何の問題もなかった。それだけ長く付き合っていると、お互いの親ともちょっとは交流を持っていて、だから結婚の挨拶をしに行ってもすぐに認めてもらえた。彼の両親はあっけらかんとしていて、ああ、全然問題ないよ、結婚しなよ、という感じで緩かった。そんな義両親なので、結婚してから嫁いびりをされることなんて全くなかった。それどころか私は義母とすごく仲が良かった。義母は夫を含めて男の子二人を産んでいるのだが、本当は娘が欲しかったそうだ。だから、私のことを本当の娘のように可愛がってくれた。そのため私は定期的に夫と一緒に義実家を訪ねていて、とてもいい関係を築けていた。義両親とは仲は良かったのだが、肝心な夫との仲は年々すれ違いが多くなっていった。というのも夫は家事は嫁がするもの、子育ても母親がするものという古い考え方をしていて、私はそれに悩まされてきたのだ。子供ができる前は私も普通に働いていた。そのため夫とほとんど変わらない時間に出勤し、帰宅する時間も変わらなかった。それなのに夫は一切家事を手伝ってくれなかった。ちょっとでいいから手伝ってほしいと言っても、全然言うことを聞いてくれない。俺は仕事で疲れてるんだよ。そういうのは嫁がするものだろ。結婚してから急にそんなことを言うようになったので、私はびっくりしてしまった。付き合っていた頃は紳士的な人で、私に優しくしてくれていたのに、どうして急に変わってしまったのか。いや、もしかしたら夫の本性というのは、こっちなのかもしれない。きっと付き合っていた頃は本性を隠していて、結婚したらもう自分のものだから餌を与える必要はないと、そういうことなのだろう。私はかなりショックだった。だが、結婚したばかりだったからすぐ離婚というふうには考えられなかったし、それに義両親とはいい関係を築けていたから簡単に別れたくなかった。それにその頃は幻滅した部分が目立っていただけで、全部が全部悪かったというわけでもない。土日はドライブに連れて行ってくれたり、旅行に行こうと提案をしてくれたりと、夫婦での時間を作ろうとしてくれた。単純に家事という点で、私に丸投げだっただけだ。まあそれが一番ひどいのだが。それでも私は、
最初からずっと円満ではいられないだろうと考えるようになり、夫に寄り添おうと考えた。家事は無理しない程度に抑えながら、仕事とうまく両立させた。幸い作り置きの料理とかを出しても夫は文句を言わないので、その点は助かった。これならなんとか夫婦での生活をやっていけそうだ。そう思いながら日々を過ごしていた。そして結婚をしてから3年が経った頃に、私は娘を妊娠した。初めての妊娠で戸惑うところも多かったが、それでも義母の支えなどもあり無事に出産をすることができた。そうして生まれた娘には舞と名付けた。舞はものすごく可愛くて天使のようだった。夫も初めて舞の姿を見た時はものすごく喜んでいた。だが、夫は子育てには協力的ではなかった。あ、ちょっとおむつ替えてくれる？今、火使ってて手が離せないの？ええ。嫌だよ。臭いしよくわからないし。お前は母親なんだからお前が責任持ってやれよ。そんな。私は仕方なく一旦料理を中断して、娘のおむつを替えた。だが娘はそこで泣き叫んでしまい、私はしばらくあやさないといけなかった。そのためおむつを替えてから、すでに15分くらいが経っていた。中断した料理は調理途中だったから、再開してもちょっと思っていたような味にならなかったし、夫は晩ご飯が遅いと文句を言ってきた。それなら、あんたがおむつを替えてくれればよかっただろうが。そう何度思ったことか。また、夫は私が娘を優先にしていることが気に入らなかったようだ。おい、お風呂はまだ沸いてないのか？ああ、ごめんなさい。舞のことあやしてたからまだ入れてないわ。なんだよ、せっかく汗をかいたから人、風呂よく見ようと思ったのに。それなら自分で沸かしておいてよ。何だと？それはすべて嫁であるお前の仕事だろ。本当は自分で沸かせられないんじゃないの？バカにしてくるんじゃねえよ。俺だって風呂くらい入れられるぞ。そうやって何かと突っかかってくる夫。だが夫は風呂掃除のやり方すら分かっていなかった。風呂場にまで来て何をどうすればいいか分からず固まっていたのだ。あれ？やっぱりできないんじゃない？私がそうやって笑うと夫は悔しそうにしていた。教えてもらっていないことはできないのは当然だろう。だからお前がやれって言ったんだ。じゃあ、覚える努力をしてくれる？覚える気のない人に、いくら言ったって意味ないじゃない。それは。夫はそこでようやく自分が理不尽な発言をしていたことに気づいたようだ。悪かったよ。だけど家事をおろそかにしないでくれよ。夫はそう言って自分の部屋に戻って行った。それから結局自分で家事をするということはなかったが、それでも文句を言ってくる頻度は減ったように思う。その後、娘はすくすくと成長していき、歩けるようになって言葉も話せるようになった。ママーと言って、私に駆け寄ってくれた時はものすごく嬉しかった。とても愛おしくて可愛くて、私が一生守ると誓ったものだ。夫も小さい頃までは娘のことを可愛がっていたし、子育てにも多少は関心はあったと思う。まあ、実際のお世話の部分は全部私に丸投げだったが、それから娘は幼稚園、小学生と進学していった。毎日とても楽しそうに過ごしていて、学校であったこととかを話してくれた。私は出産を機に仕事を辞めていたので、娘とはずっと一緒にいてとても長い時間を過ごしていた。だから私には話しやすいのだと思う。だが夫に対しては、娘はあまり心を開いていなかった。その理由は夫にあると思う。夫は会社から帰ってくると、機嫌を悪そうにしていることが多かった。
そのため食事時でも黙っていることが多く、娘もあまり話しかけることができなかった。かと思えばすごく上機嫌な時があって、娘にやたらと話しかけることがあったりして、娘は子供ながらにどう接したらいいのかわからずにいた。そんな風に一貫性のない夫の態度に私は文句を言ったことがある。自分の機嫌で子供への接し方まで変わるのやめてくれない？娘にはできる限り優しく接してよ。じゃないと、舞もどうしたらいいかわからなくなるわ。私がそう言うと、夫は目を見開いて怒った。はあ、どうして俺がお前らに合わせなきゃいけないんだよ。俺はお前たちの生活を支えるために一生懸命働いて稼いできてるんだよ。家の中でどう過ごそうが俺の勝手だろ。そうやって怒る夫。この時が子供が生まれてからの一番大きな喧嘩かもしれない。夫はそう言って家を飛び出した。私も感情的になっていたので、夫がその場を離れてくれてよかった。それから夫はその日は帰ってこなかった。翌日もどこかから会社に行ったようで、3日後の夜に帰ってきた。それから夫婦としての会話はほとんどなく、ようやく会話をしたのは1週間後くらいだったと思う。別に仲直りをしたわけではないが、さすがに娘の前で重苦しい空気を出しすぎたなと反省したからだ。だから私の方から折れて話しかけた。それから夫も少しずつだが返事をしてくれるようになり、普通に会話をするようになった。そしてその後は、私は夫には期待はせずに、自分で娘をいい子に育てるように注力した。学校関係のことも私が全部把握するようにしたし、塾や家庭教師だったり、習い事などやりたいと娘が言ったことは全部叶えた。お金の面で苦労しそうになった時は、私がパートで働いて賄った。そうやって大事に育てた娘は、ものすごくいい子に育った。高校も大学も進学校と呼ばれる学校に進むことができ、大企業に就職することができた。ついこの間まで小さかった娘が気がついたら社会人になっていて、本当に月日が流れるのは早いと思う。娘は会社員になったのを機に、実家を出て一人暮らしを始めた。それから私と夫は二人での生活になった。今までいろいろとあったが、ここまで来るとなんだか大抵のことは許せるようになっていて、怒ること自体かなり少なかった。そして、私は娘が高校生になった頃からパートの事務の仕事をしていて、つい最近は正社員にならないかと誘われていて、受けようか迷っているところだ。普通に条件のいい仕事だし、正社員になれば給料もかなり良くなる。だが私が夫に相談をすると、夫は反対をした。家事はどうするんだよ。飯は、また遅れるなんてことがあったら嫌だぞ。そこはちゃんとやるわよ。いや、やっぱりダメだな。口だけでは何とでも言える。一度引き受けてしまったら、またパートに戻るのは難しくなるだろう。別に今だって、生活が苦しいってわけじゃないんだからパートのままでいろ。夫はそうやって私の正社員への昇格に反対した。ここで言い返してもよかったが、そうするとかなり面倒なことになる。まあ夫の言う通り、別に生活に困っているわけでもないしいいかと思った。だから、会社にはせっかくお話をいただいて申し訳ないですがと断り、パートのままでいた。それからあっという間に数年が経った。私と夫の生活にこれといった大きな変化はなくて、ずっと変わらない日常を過ごしていた。そんな中、娘が結婚することになった。それはかなり大きなニュースで、私も夫も驚いた。旦那さんはとても良さそうな人で信頼できそうな人だ。両家の顔合わせも無事に終わり、結婚式も素晴らしいものだった。娘の幸せな姿を見れて私はとても嬉しかった。
そしてそれから2年ほどが経った頃、娘が妊娠していることが判明。私はその報告を受けてものすごく驚いた。そしてこれから孫ができることにワクワクした。娘は仕事をしていたのだが、大事をとって早くから産休を取り実家に帰ってきたいと言った。だがその発言を聞いて夫が少し表情を曇らせた。旦那さんの家事とか放っておいていいのか？ああ、大丈夫よ。うちは共働きで家事は分担していたから。夫が一人になっても何の問題もなく生活できるわ。そうか。私は夫がなんだか娘が帰ってくるのが嫌だと思っているような気がした。何かあるの？え、何かって。だって里帰り出産に反対しているような発言をしている気がするから。そんなことないよ。夫は明らかに動揺していた。こういう時は夫は何か隠している。それは娘も感じたようだ。何かまずいことでもあるの？何もないって言ってるだろ、しつこいな。夫はムスッとした表情になった。里帰り出産でも何でもしたらいいだろう。最終的に投げやりになってそのように言った。機嫌を損ねるといつも夫はこのようになる。だがもう私も娘も気にしていなかった。いちいち反応していたらこっちが疲れるからだ。そして娘はすぐに荷物を持ってきて実家に一時的に移り住んだ。それから私は娘と一緒に料理を作ったりしながらゆったりした日々を過ごした。そんな中、娘がとあることを私に聞いてきた。お父さんって整髪料とか使う人だったっけ？え？洗面所のお父さんの棚になんかいろいろと増えてるんだよね。これなんて汗を拭き取るシートだし、今までこういうの使ったところ見たことないんだけど。確かに言われてみればそうね。私は娘に指摘されるまで気づかなかった。多分無関心だったのだろう。そして夫が娘と一緒に暮らすのを嫌がっていた理由はこれだったんじゃないかと思った。あの人、何かしら隠し事をしていてそれがバレるのが嫌で、舞の里帰り出産を渋ってたんじゃないかしら。それじゃあ、完全に女絡みじゃん。おしゃれや身だしなみに無頓着な男性が、急に気にしだすなんて十中八九そうよ。ええ。もうすぐ60歳になるのに。今はすごい年上を好きになる女性もいるし、他にも財力さえあればついてくる女性だっているわよ。なるほど。ちょっと葉っぱかけてみようか。え？娘はそう言い、その日の夜に夫を居間に呼んだ。なんだ、話ってのは。お父さん、不倫してるでしょ。は、不倫？うん、私の同級生が見たって言ってた。人違いだろ。その同級生は俺と別の男を勘違いしたんじゃないか。そんなことないって、絶対に私の父親だって言ってたよ。写真もないのにそんなことを言われてもな。さっきからさ、どうして一度も否定しないの？え？普通、不倫してなかったら、俺は不倫はしていないって言うよね。だけど、お父さんが最初に言った言葉って人違いだろっていう指摘なんだよね。それって不倫をしているけど、バレてはいないだろうっていう確信を得たくて、そういう発言になっているんでしょ。な、そんなのこじつけだ。今のうちに自白しておいた方が、慰謝料とか安く済むと思うけど。娘がそう言うと、夫はなんと自白した。俺には俺を必要としてくれる子がいるんだ。その言葉に私は驚いた。え、認めるの？ああ、俺は不倫をしている。だけど彼女と真剣に愛し合っている。お父さんひどいわ。お母さんのことを裏切るなんて。
夫はめんどくさそうにしながら私の目を見てこう言った。お前のことは十分養っただろう。慰謝料と財産分与は支払う。二つ合わせてだいたい800万くらいか。この条件で離婚届を書いてくれ。夫はそう言って私に離婚届を突きつけてきた。いつの間にこんなものを用意していたのか。ずっとカバンに入れていたようだ。30年も連れ添ったというのにこんな仕打ちをするのか。だが夫はまだ気づいていない。私がただ黙って引き下がるわけがないことを。ええ、離婚には応じるわ。そうか、よかった。これで心置きなく彼女と一緒になれるよ。正直、家事をやる以外メリットのないお前と一緒にいるのはうんざりしていたんだ。俺は若い子と楽しくこの家で過ごすことにするから早く出て行ってくれよ。夫はそのように笑い、勝ち誇った顔をしていた。あのことは完全に忘れているようだ。だがその方がいい。私は離婚届を書き、すぐに提出をした。夫は一旦不倫相手の家に行き、私たちが引っ越すのを待つことにしたそうだ。私はすぐに家の鍵を変えた。それから一週間ほど経った頃だろうか。インターホンが何度も鳴った。はい、どちら様でしょうか。俺だよ。お前何やってんだよ。訪問セールスか、あるいはいたずらでしょうか。そういうのはやめてください。ふざけんな。俺だよ。インターホン越しで怒っているのは夫だ。そしてその隣には若い女性がいる。何勝手に鍵を変えて居座ってるんだよ。俺の家からさっさと出てけ。そのように怒鳴る夫。私は冷静にこう言ってやった。あなた、完全に忘れているようだけど、この家は私名義の家よ。え？私の父が亡くなった時に相続した家じゃない。それをどうして自分の家だと勘違いすることができるのかしら。あ。夫は思い出したようで顔を青くしていた。ちょっと、どういうこと？東京の一等地に家を持っているほど、裕福だって言うからあなたと結婚までしたって言うのに、こんなの詐欺じゃない。もう知らない。あんたみたいなただのジジイとは別れるわ。不倫相手の女はそう言って怒って、その場から立ち去っていった。自分も不倫という悪事をしておいて、なんと自分勝手な。まあ、でもお金のために40歳くらい離れた男とそういう関係になり結婚までしてしまったのだから、相当ダメージは負っているだろう。一生の黒歴史になるはずだ。取り残された夫はポツンとしながら、私に助けを求めてきた。なあ、入れてくれよ。は、なんで赤の他人を家に入れなきゃいけないのかしら。俺たち夫婦だろ。もう離婚届を出したので赤の他人です。同じ子を持つ親だから家族だろ。お父さん、いい加減にして。あなたのこともうお父さんだとは思わないことにするわ。これを機に縁を切りましょう。そんな。舞、悲しいことを言わないでくれよ。とりあえず、そこにずっといられると迷惑なので帰ってもらえますか？それとも警察でも呼びましょうか？警察。元夫はその言葉を聞いて驚き、慌てて逃げて行った。あの年で捕まったりしたら、相当悲惨なことになるだろう。ただでさえ財産分与と慰謝料でお金がなくなるというのに、これ以上余計な出費はできないはずだ。それから私は弁護士を雇い、夫と不倫相手に慰謝料を請求した。支払いが滞った場合には給料を差し押さえるようにしたので、これで支払われなくなることはないだろう。元夫は現在は住む家も失い、さらに身内だった義兄にも見放された。
私が事前に元夫の不倫について話していたからだ。そのため元夫はボロボロの古いアパートに一人で住むことになり、現在は一人寂しい思いをしながら、ただただ借金を返すだけの日々を過ごしているようだ。一方、私は里帰り中の娘と平和に暮らし、念願の孫とも対面することができた。そしてこの実家は売り払い、娘夫婦が住む家の近くのマンションを購入した。現在は定期的に娘夫婦と孫と会いながら、幸せな日々を過ごしている。たったの10万円程度で偉そうにするんじゃないよ。田舎者の貧乏ババアに当てる金があるなら、俺たちによこせ。その言葉に私はカチンときた。どうしてこんな奴らに母をバカにされなきゃいけないのか。私がブチギレそうになると、夫が義両親の前に立った。のぞみの大事な家族をバカにすることは許せないよ。あんたたちはもう親でも何でもない。俺はあんたたちとは縁を切る。私の名前はのぞみ、50歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して25年になる。私たちに子供はいなくて、ずっと夫婦二人で過ごしてきた。それでも私は今までずっと楽しかった。夫は優しくて紳士的で、それでいて愛情深い。私のわがままをいつも受け入れてくれるし、とても大切にしてくれる。だから25年経った今でもラブラブだし幸せだ。今年の銀婚式、どうしようか。近場に旅行でも行く。夫がある日そう聞いてきた。いいね、温泉旅行とか行きたいな。ちょっと奮発していい部屋とか借りる？ああ、うん。でも仕送りもあるし、一応そこそこのとこにしよう。そっか、そうだよね。基本的に幸せな生活を送っている私たちだったが、それでも悩み事はあった。それは義両親の存在だ。私たちは結婚してからずっと義両親に仕送りをしていたのだ。義両親はいわゆる毒親だった。夫は昔から義両親から否定されながら育てられた。夫にはアキラという1歳上のとても優秀な兄がいるのだが、いつも比較をされていたそうだ。どうしてお兄ちゃんと違ってあんたは頭が悪いの？本当に出来損ないだな。そんな風に毎日自分の弟が否定されている様子を見ていた義兄も、義両親と一緒になって夫を罵倒していたそうだ。マジでお前みたいなのが弟とか恥ずかしい。一緒に歩いてると俺までバカに思われるから離れろよ。夫はそんな風に家族から除外されて毎日寂しい思いをしていた。そして自分が受け入れてもらえないのは、自分が落ちこぼれだからと思うようになってしまったらしい。はあ、どうしてあんたの飯なんか作らなければいけないのかしらね。お前の高校の学費を全てアキラのために使いたいんだがな。さすがに弟が中卒というのはアキラへの印象も悪くなりかねないからな。だからお前に仕方なく高校に通わせてやっているんだ。感謝しろよ。義両親はそうやって毎日夫に自分たちへの感謝を強要していたそうだ。その頃にはもうすでに夫への洗脳は完了していて、夫は義両親に感謝をしなければいけないという脅迫観念に駆られるようになってしまったそうだ。その後、夫は高校を卒業してから就職し会社員となった。私は話を聞いてびっくりしたのだが、夫は就職してからというもの、義両親から毎月給料からお金を家に入れるように強制されていたそうだ。しかも金額は毎月10万円。そのため夫は就職してすぐに家を出たかったそうなのだが、お金がいつまでもたまらないから出ていくことができなかったそうだ。そしてそんな風に夫から金を巻き上げているくせに、義両親は夫のご飯を作らないとか、
夫だけを置いて家族で旅行に行ったり、高級レストランに行ったりしていたそうだ。私と夫が出会ったのは、夫が就職をして6年が経った頃のこと。私は大学を卒業して就職したばかりの新入社員だった。その時は夫のことが頼りがいのある優しい先輩という印象だった。そしていつもお弁当を作ってきていて、家事や料理も得意な完璧な人っていう感じだ。それから私は彼に惹かれるようになり、距離を縮めていって交際が始まった。その頃には彼も昇進していて、仕送りをしながらもとりあえずは一人暮らしができていた。だから私はまさか彼がそんな境遇にあったとは知らなかったのだ。服などのおしゃれとかにお金をかけている感じはしなかったのと、住んでいる部屋も家賃が安そうな感じだったので、あまりお金を使うことに興味がないのかなと思っていたほどだ。そして私は彼と付き合い始めて1年が経った頃に、こちらからプロポーズをした。それくらい私は彼のことが大好きだった。こんな優しくて素敵な人、きっともう現れない気がする。私は直感的にそう感じて、まさかの逆プロポーズをしたのだ。彼はとても驚いていた。だがその後に少し困ったような顔をしていた。私は一気に不安になった。彼は結婚までは考えていなかったのかもしれないと。するとそこで彼は初めて私に仕送りのことや、今まで家族からひどい扱いを受けていたことを話してくれたのだ。のぞみのことは本当に大好きだよ。だけど、こんな俺と結婚してもきっと不幸になる。辛そうにするのぞみのことは見たくないんだ。そう言って彼は涙ながらに結婚はできないと言った。だがそんなこと私にとっては結婚を断る理由にはならなかった。私が不幸になるかどうかは私が決めることよ。勝手に決めつけないでちょうだい。そして女性からプロポーズしてるのに断るなんて、恥をかかせるようなことしちゃダメでしょ。私がそう言うと彼は、はい、すみませんと言って、プロポーズを承諾した。半ば強引に結婚を承諾させたのだが、今もラブラブだからよしということにしておこう。その後、私は彼と一緒に結婚の挨拶に行ったのだが、確かに義両親の態度はひどかった。あなたも物好きね。こんな出来損ないと結婚したら、苦労するのはあんただぞ。マサトの一歳上の兄のアキラは大手銀行に勤めているというのに、こいつは高卒で中小企業に勤めている落ちこぼれだからな。ここまで自分の息子をけなすことができる親も珍しいなと思った。そして義両親は、私たちはマサトがちゃんと恩返しとして、仕送りをするなら何でもいいから、と言ってすぐに話を切り上げた。めんどくさいから両家の挨拶もいらないと言われ、私と私の両親は絶句したのを覚えている。マサトは本当に申し訳ありませんと私の親に謝っていた。義両親は両家の顔合わせは断ったくせに、結婚式は美味しい料理とうまい酒が飲めるからと参加して、上機嫌にひたすらに酒を飲んでいた。しかも義父なんて酔っ払いすぎて、私が自分の両親への手紙を読んでいる時に、ふらついてテーブルの料理を落としたりしていた。せっかくいい雰囲気だったのに、台無しにされて本当に腹が立ったのを覚えている。そして義兄はというと、自分がエリートで稼ぎがいいことをアピールして、私の友人たちをナンパしていて本当に最低だなと思った。私はすっかり義家族のことが大嫌いになり、必要最低限しか関わらないようにしようと心に決めた。彼は結婚式についても私や両親に謝ってきたが、これからはもう私たちは夫婦だ。私は気にしないでいいよと優しく言い、これからは二人で仕送りを払おうと彼に言った。彼は私に迷惑はかけられないと言ってきたが、私は全部二人で協力し合いながら乗り越えていくべきでしょと言い、今回も無理やり承諾させた。それからは折半して5万円ずつをお互いの給料から出して、
義実家に10万の仕送りをすることに。そして絶対にそれ以上は義実家の人たちに関わらないようにした。その後は夫と夫婦で協力し合いながら幸せに暮らしていた。お互いに仕事を頑張り、気づけばどちらも昇進して給料が上がったので、義実家に仕送りをしても普通の生活を送ることはできるようになっていた。そんなこんなで気づけば25年の月日が経っていた。義実家への仕送りは相変わらず続いていたが、もうなんていうか流れ作業であまり気にはなっていなかった。あらかじめ10万を避けた状態で家計をやりくりする癖がついていたのだ。本当に慣れというのは怖いものだ。だがそんな中、思いがけないことが起きた。私の母が足腰を悪くしてしまい、介護が必要になってしまったのだ。父はすでに他界していて、母は実家に一人で暮らしている。そして私の実家は遠方にある。そのため実家に移り住んで介護をすることはできない。だからといって、母をこちらに来させるのも申し訳ない。そこで私たちはできるだけ質のいい介護施設に母を入れることにした。費用が高くても、今までたくさんお世話になった大事な母には、快適に暮らしてほしい。高級介護施設ならば、サービスも設備も充実しているだろう。だから私と夫は相談して、費用を私たちが負担して母を高級介護施設に入れることにしたのだ。だがそうなるとやっぱり、義実家への仕送りが負担になってしまう。そこで私と夫は、いい加減義実家への仕送りをやめさせてもらうと相談することにしたのだ。事前に連絡を入れて、私たちは25年ぶりに義実家へ。家に着くと、腕を組んで怖い顔をした義両親が私たちを待ち構えていた。仕送りをやめさせてほしいとは、一体どういうつもりだ。あんた、今まで私たちが育てた恩を忘れたの。いきなりそのような怒声を浴びせてくる義両親。夫は25年経っても洗脳がまだ残っているようで、義両親に怒られると体がこわばって震えている。ここは私が頑張らないと。そう思い、私は二人の前に立ちはだかった。事前にお伝えした通りです。私の母の介護費用を出したいので、お父さんたちへの仕送りをやめさせてほしいのです。私がそう言うと義両親は顔を真っ赤にさせて怒った。そんなの許すわけないだろう。ポンコツだったこいつを、私たちは高校を卒業するまで育てたんだ。こいつには俺たちに恩を返す義理があるんだよ。俺たちの老後を支える義務があるんだよ。あくまでも夫に仕送りをさせようとする義両親。だが私も負けるわけにはいかない。もう十分仕送りしたじゃないですか。たったの10万円程度で偉そうにするんじゃないよ。たった10万程度。何を言ってるんですか。夫は私と結婚してからの25年間だけでも、もう合計で3000万も渡してるんですよ。夫は結婚する前の7年間もあなたたちに仕送りをしていたから、合計すると3840万ですよ。家を購入できるほどの額を支払ったんですから、もういいじゃないですか。それなのにここまでしてくれている雅人さんを罵倒して、その上さらにまだ金をたかるなんてどこまで腐ってるんですか。金をたかるなんて言い方するな。4000万程度で恩を返した気になんてなるな。まだまだ足りない。だいたい嫁なら夫の家族をもっと大事にするべきだろう。あんたの母親にやる金なんてもったいない。田舎者の貧乏ババアに当てる金があるなら俺たちによこせ。その言葉に私はカチンときた。どうしてこんな奴らに母をバカにされなきゃいけないのか。私がブチギレそうになると、夫が義両親の前に立った。望みの大事な家族をバカにすることは許せないよ。あんたたちはもう親でも何でもない。
金をたかるならあの優秀な兄貴にたかればいいだろう。俺はあんたたちとは縁を切る。仕送りだってもうやめるからな。なんだと。お前ポンコツのくせに私たちにそんな口を聞いて許されると思ってるのか。そうよ、あんたみたいな出来損ないが生意気な口を叩くんじゃないよ。うるさい。その出来損ないの金を頼ってるのはどこのどいつらだ。いい加減ポンコツなのは自分たちだってことを理解しろ。兄貴はあんたたちにおだてられて育ててもらったのに、大手銀行に勤め始めてその後に結婚したらすぐにあんたたちを切り捨てて連絡も取れなくなったんだろう。本当は俺から金を取れなくなったら誰も頼る人がいないんだろうが。なんでそれを。兄貴と同じ職場で働いている中学の時の同級生がいるんだ。それである時に酒に酔っ払った兄貴がこう言っていたそうだ。俺の親は何でも俺に与えてくれてちょろい奴らだったよ。だから利用するだけ利用して縁を切ってやった。まあバカなあいつらは俺に縁を切られたことも知らないだろうがな。こんなことを言ってたそうだよ。そんなアキラが俺たちのことをバカだなんて。つまりあんたたちは俺にも兄貴にも捨てられたんだよ。それじゃあ俺たちは行くから。そう言って夫は私の手を引いて義実家を後にした。義両親は顔を青くして固まっていた。のぞみ、本当に今まで苦労かけてごめんな。うん、やっと縁を切ることができたね。ああ、もう洗脳も解けたと思うよ。もちろん夫と添い遂げるつもりだが、それでも義両親との関係を断ち切ることができたことは大きい。私たちは家に帰り、改めてこれからもよろしくねと言った。だがそれから1ヶ月後、なぜか義両親から連絡が来た。今月の仕送りを忘れてるぞ。はい。だから今月の10万円なんで支払われてないんだ。私はとことん呆れてしまった。どうしたらこんなにもがめつくなれるのだろうか。だから仕送りはもうやめたって言いましたよね。夫だって親子の縁を切ったんです。もう関わらないでください。ふざけるな。お前たちからの仕送りがないと生活が。は、今まで合計4000万近く仕送りさせておいて生活が苦しいってどういうことですか。とにかく金をよこせ。どこまでも話が通じない義両親。私が困っていると夫が電話を代わった。そんなに金がないなら兄貴に頼れば。今から兄貴が働いている支店を言うから。そう言って夫は義兄の職場の支店名と住所を義両親に伝えた。それから夫は電話を切り、もう家の電話番号を変えようと言った。そして家に突撃されても困るので引っ越すことに。どうやら義両親は義兄の学費のためだったり、他にも欲しいものを何でも買い与えているうちに借金ができてしまったらしい。それで夫から毎月金をたかっていたのだが、ある時からそのお金で贅沢をするようになってしまい、借金の返済が滞ってしまったそうだ。そのため今は借金まみれの状態で、年金から少しずつ返しているからかなり貧しいらしい。だから夫から教えてもらった銀行の支店にすぐに駆け込んで義兄を頼りに行ったそうだ。義兄はいきなり義両親がお金をたかりにやってきて動揺し、義父を殴ってしまったらしく、それが警察沙汰となり逮捕。銀行をクビになり、奥さんにも離婚され、現在は無職の状態で養育費を支払わなければいけなくなったんだとか。結局、義実家の人たちは夫以外みんな借金まみれになってしまったというわけだ。自業自得だし本当にいい気味だ。一方、私は母を無事に高級介護施設に入れることができ、そして夫と新しいマンションを購入して、
現在はとても快適で幸せな生活を送れている。これからも夫とお互いを支え合いながら、いつまでも夫婦仲良くラブラブでいたいと思う。私が台所にいると急に娘の泣く声が聞こえてきた。嫌な予感がして宴会場に戻ると娘の姿がなかった。一体どこに行ったのか探すと宴会場の隣の部屋にいた。そしてなんと義母が娘の前に立っていたのだ。母親に似て、あんたも不細工だね。泣いていれば何でも許されると思ってるんじゃないよ。私のことをあからさまに避けやがって、気に入らないガキだよ。義母はそう言って娘の腕を掴んでいた。私は慌てて義母のもとに駆け寄り、義母の腕を娘から離した。一体何するんですか？娘が泣いてるじゃないですか。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫のまさとと5歳になる娘のまいと3人で、家族3人仲良く幸せに暮らしている。私たちは共働きなのだが、夫は私に子育てと家事を押し付けることなく、ちゃんと分担してくれる。そのため私も仕事に集中できるし、娘も親どちらからの愛情を感じてくれていて、とてもいい子に育っている。3人でいると毎日とても楽しくて幸せな日々を送っているのだが、それでも私には悩みがあった。その原因は義母だ。義母は私のことを結婚当初から嫌っているようで、会うたびにいびってきた。最初は夫と結婚してから初めて義実家に行った時のこと。お母さん、お邪魔します。あなたみたいな女に敷居をまたいでほしくないんだけどね。え？玄関を開けて私たちを出迎えた後、夫が先に中に入ったのを確認して、わざと私の後ろから歩いて耳元でそのようにささやいたのだ。両家の挨拶や結婚式では義母は特にそういう素振りを見せてはいなかった。だから私は義母があんなにも私のことを嫌っているとは知らなかったのだ。のぞみさん、お茶入れたりお茶菓子を用意するのを手伝ってくれるかしら。は、はい。義母は夫や義父の前では私を決していびったりはしない。だから彼らの前では私にも優しく話しかける。しかし台所に行って義母と二人きりになると、義母は態度を急変させる。普通は姑から指示を出されなくても自ら来るものでしょう。あなたは気が利かない嫁ね。本当に会社員なの？そんなんじゃ仕事も家事も大してできないんでしょ。そんな女がマサトの嫁だなんて本当にかわいそうな息子。今すぐ身を引いてマサトと別れてくれてもいいのよ。義母は結婚当初からそんなことを言って私を困らせてきた。私はどうしてこんなことを言われなければいけないのかと、本当に悲しい気持ちになった。夫は優しいし、義父もとてもいい人だ。だが義母だけがそれを凌駕するくらいに私にとっての悩みの種となっていった。最初は私は夫に相談することができず、正月や盆に義実家に行くのについて行っていた。しかし毎回このような嫁いびりをされるので、ある時、私は義実家に行く時に体が動かなくなってしまった。夫もこの時はさすがに何かあったのかと大慌て。どこか具合が悪いのか？救急車を呼ぼうか？このように心配してくれる夫に私はもう隠すことはできないと思い、すべてを話すことに。え、母さんが？そんな、嘘だろ。夫はさすがにショックを受けていた。にわかには信じられないといった様子だ。だが私が体が動けなくなるほど思い詰めているのを見て、私の話を信じてくれた。本当にごめん。俺全く気づけなくて。のぞみは無理に俺の実家に帰らなくていいよ。俺はのぞみのことが一番大事だからな。ありがとう、マサト。夫がそう言ってくれた途端、
私は身も心も軽くなった気がした。義実家に行かなくていい、義母と会わなくていいと思うだけでとても気が楽になった。正月や盆は、のぞみは早めに自分の実家に帰りなよ。俺は自分の実家に顔を出した後に、のぞみの実家に向かうから。夫が私の味方で本当によかった。それ以降、私は義実家にしばらく行っていなかった。それでも義母は諦めずに私をいびろうとしてきた。私が仕事中に何度も電話をしてきて、仕事の邪魔をしてきたのだ。何度も着信が鳴るので、何かあったのかと思って電話に出ると、私を罵倒する言葉ばかりを浴びせてきた。もっと早く電話に出なさいよ、このポンコツが。すみません、仕事で忙しくて。何の用でしょうか。はあ、あんたみたいなポンコツが忙しいわけないでしょ。大した仕事もできないくせに。あんた、私のこと避けてるでしょ。え、私たちの家に全く来ないじゃないか。そう、それは。嫁が夫の実家に顔を出さないなんて非常識にも程があるよ。本当にダメな嫁だね。ここまで理不尽に罵倒されて、私もさすがに腹が立った。しばらく義母と顔を合わせていなくて心も安定していたから、私も言い返す元気があった。お言葉ですが、私がそちらに顔を出さない原因はお母さんですよ。はあ？お母さんがそうやってひどい態度をとってくるから、私は行きたくなくなるんです。お母さんがもう少し私に優しくしてくれたら、いつでも会いに行きますよ。本当に生意気な嫁だね。姑にそんなことを言うなんて信じられないよ。義母は私が言い返してくるとは思わなかったのか動揺していた。だがすぐに声を荒げて言い返してきた。あんたみたいな出来損ないに優しくなんてするわけないでしょ。それよりも孫はまだなの。え？もう結婚して2年目なのよ。子供の一人や二人くらい産みなさいよ。そんな簡単に言わないでください。子供は私たちもいずれは欲しいと思っていますが、焦ってはいないので。ふざけるんじゃないよ。私は今すぐ孫の顔が見たいんだよ。今すぐって、たとえ今妊娠しても生まれるまでは時間がかかるじゃないですか。へりくつはいらないよ。家事もできない、仕事もできない、子供も産めないんじゃ本当に価値のないポンコツじゃないか。お前、マサトの嫁で本当に残念だよ。いい加減身を引いて息子とは別れておくれ。どうしてこんなことを言われなければいけないのだろうか。私は相手するのが面倒だと思い、電話を切ることに。もう仕事に戻りますので。あ、ちょっと。それからは義母からの電話は決して出なかった。そして夫に義母からの電話について相談したが、夫は呆れ返っていて、義母の電話番号を着信拒否していいと言ってくれたので、私は喜んで着信拒否をした。それからは本当に平和な日々を過ごすことができた。義母から解放されてストレスが減ったからか私は妊娠をした。夫と一緒に赤ちゃんを身ごもったことを喜んだ。一応、妊娠については、夫経由で義両親に報告してもらった。義両親もとても喜んでくれたそうで、出産を終えたら孫を会わせに行くという話になった。義母に会うのは嫌だったが、さすがに義母にだけ孫に会わせないわけにもいかない。だがそれまでは絶対に義母が私の邪魔をしないように夫が配慮してくれて、私はしばらくの間、実家に戻ることにした。さすがに義母は私の実家にまでやってくるほど頭のおかしい人ではなかったので、安心して出産の準備をすることができた。数ヶ月後、私は無事に赤ちゃんを出産。可愛い女の子が生まれた。まるで天使みたいだな。
夫はそう言って嬉しそうに娘を抱き上げていた。これから温かくて幸せな家庭を築いていけると、夫の喜びようを見て確信した。私が退院して少し経ってから、私と夫は娘を連れて義実家へ行った。義父は娘を見ると夫と同じように天使だ。と言っていて、私は笑ってしまった。やっぱり親子なんだな。だが義母は表面上は可愛いわね、と言いながらも、顔が全く笑っていなかった。私のことがそんなに気に入らないのかと呆れたが、とりあえず義母と絡まないようにすれば大丈夫だろうと思い、私は適当に聞き流していた。のぞみさん、ちょっと手伝ってくれる？義母は前と同じようにそう言って私を義父と夫から引き離そうとした。するとそれに気づいた夫が、俺も手伝うよと言って一緒に来てくれた。義母はまさか夫まで来ると思わなかったようで慌てていた。そんな、マサトまで来なくていいわよ。お父さんとゆっくり話しててちょうだい。いや、みんなで一緒に準備した方が早いだろう。夫がそう言うと、それじゃあ私も手伝おうと言って義父も来てくれた。計画が失敗に終わってしまった義母はとてもつまらなさそうにしていた。そして義母は私二人きりになるタイミングが作れず、そのまま私たちは義実家を後にした。義母はとても悔しそうにしていて、私たちを見送るときに私をにらみつけていた。マサト、ありがとね。母さんと二人にするのは危険だからな。のぞみが何にも嫌な思いをしなくてよかったよ。夫が私の味方をしてくれて本当に助かる。私は孫の顔を見せる役目を果たすことができたので、それ以来しばらく義実家には行かず、義母とも会わないで済んだ。それから娘はすくすくと成長し、とてもいい子に育っている。素直で優しいところは夫に似ている。可愛い娘と素敵な夫と暮らす日々はとても幸せで毎日が楽しい。気づけば娘ももう4歳になり、元気に幼稚園に通っている。毎日新しい発見があるようで、お友達もできて楽しいようだ。だがそんな中、義父が病気になって亡くなってしまった。あまりに突然のことで私も夫も動揺した。義母も自分の夫がいきなり亡くなったことで激しく動揺していた。だが葬儀の準備はすぐに行わなければならない。私と夫は落ち込んでいる義母の代わりに、急いで葬儀の手配を行った。そうしてたくさんの親戚たちがお通夜と葬儀に参列した。義母は終始泣いていて、葬儀の準備を手伝う余裕もなかったようだ。それに関しては私も夫も仕方ないと思っていた。しかし精進落としのタイミングで義母は泣かなくなり、途端に元気になった。そして親戚の人たちと楽しく会話をし始めた。そして、本当に嫁は使えなくてね。などと言って、親戚たちに私の悪口を言い始めた。口うるさく言う私のことが嫌いみたいで、私の家に寄りつきもしないのよ。孫の顔を見せに来たのだって生まれた時だけ。本当にひどいわ。亡くなったお父さんがかわいそう。そうやって悲劇のヒロインのように嘆く義母。お酒が入っているからか、夫である義父を亡くした義母に同情したのか、親戚たちも皆義母の味方をした。だから私と義母の間で、何が起こっているのか分かっていない親戚たちが私を責めてきた。そりゃダメだよ。夫の親だって結婚したら家族なんだから大事にしないと。ちょっと常識がなさすぎるんじゃないかしら。まったく、孫に会わせないなんてかわいそうすぎるぞ。義母は私が親戚たちから責められているのを見て後ろでニヤニヤしていた。夫は、ちょっと待ってくれ。帰省しなかったのは俺も同じだ。のぞみばかり責めるのはおかしいだろ、と言って私をかばってくれた。親戚たちは、それじゃあ、
あんたも親不孝者だな、と夫のことも責め始めた。自分の息子まで責められると思っていなかった義母は慌てて間に入った。まあいいのよ、別に。私が我慢して今まで何も言わなかっただけだから。義母がそう言ったことで親戚たちは私たちを責めるのをやめた。義母は義父のことがかわいそうと言っていたが、実は義父には定期的に娘とは会わせていた。前に夫経由で義父に義母が私のことをいびっていたことを伝えていたのだ。義父もとても呆れていて私に謝ってきた。義母に注意して二度とこのようなことはないようにすると言ってくれたが、私はそんなことをしたらさらに面倒なことになると思った。義母のことだから根も葉もないことを言い出して私を陥れようとしたり、単純に告げ口したことに切れる気がした。ことを荒立てたくないので、とりあえず私はもう義実家には行かないということで、義父に納得してもらった。義父は義母がそんなことをしていたことにショックを受けていたようだが、この年になって離婚して独り身になるよりは妻が暴走しないように監視しつつ一緒にいることを選んだ。義父がこのことについて何も言っていないので、義母は義父も娘と会えていないと思っているが、実際は何度も娘と義父は会っている。だが今ここでそれを言ってしまうと、私たちが義母を仲間外れにしていた構図が出来上がってしまうので、ますます親戚たちから責められてしまう。だから私たちは何も言い返すことができず黙っていることしかできなかった。ちゃんと親孝行しろよ。親戚たちは葬儀が終わった後、私たちにそう吐き捨てて去っていった。いくら事情を知らないとはいえ、ここまで言われるのは結構こたえる。私も夫も落ち込んだ気分のまま葬儀の片付けをした。その後少し経ってお盆の時期になったのだが、義母はわざと親戚たちを呼んで宴会を開く計画を立てた。私はもちろん参加しなかったのだが、夫は参加をせざるを得ず義実家に行った。だが帰ってきた夫は浮かない顔をしている。何かあった？と聞くと、どうして嫁が来ないんだ？やっぱり姑のことを嫌ってるからだろう。ひどい嫁だ、と親戚たちからまた責められたことを夫は話してきた。私はとても申し訳ない気持ちになった。夫は気にしなくていいよ、と言ってくれたが、辛そうな顔をしているのを見ると気にしてしまう。そこで私は決心をした。私もう逃げないよ。あなたと一緒に親戚が集まる場所に参加する。夫は驚いていたが、私の決意が固いことを知ると、ありがとう。でも無理はしないようにな、と言った。そして次に集まったのは正月だった。義母は私が参加したことに驚きながらも嬉しそうにしていた。嫁いびりができる喜びだろう。案の定、義母は私を台所に呼びつけて料理を手伝うように命令した。夫が大丈夫か？と私を心配して言ってくれたので、私は心配しないで安心して飲んでて、と言って台所へ。義母は待ってましたと言わんばかりに私に対して暴言を浴びせてきた。数年分溜まっていたからものすごい量の罵声だった。言いたいことをメモにでも取ってたのか。と思うくらい、料理をしている間ひたすら私を罵倒してきた。だが私には娘も夫もいる。味方がいるし、覚悟してここに来ているからあまり義母の罵倒は気にならなかった。それよりも親戚の人たちへの信頼を勝ち得ないと。そう思い、私は料理を頑張り、そしてお酌をして回ったりと頑張って動いた。最初は義母の言葉を鵜呑みにしていて、私のことをダメな嫁だと思っていた親戚の人たちも、私が一生懸命なのをしっかりと見てくれて褒めてくれた。のぞみさん、とても頑張ってるね。お料理もすごくおいしいよ。私の名前もちゃんと覚えてくれて嬉しかった。義母は私が親戚の人たちと楽しそうに会話をしているのが気に入らなかったようで、
私を台所に呼びつけてわざわざ二人だけの状況にしては色目を使うな。汚らわしい。などとありもしない言いがかりをつけて攻めてきた。私は適当に受け流し宴会に戻っては親戚たちと積極的に会話を楽しんだ。親戚たちはすっかり私の印象が良くなったようで、いいお嫁さんじゃないか、と夫にも言っているのが聞こえてきて、私はほっとした。親戚たちが帰った後、義母は片付け中にぐちぐちと私に文句を言ってきたが、そんなことは気にもならなかった。車で帰っている途中、夫は今日は本当にありがとな、と私にお礼を言ってくれた。こうやってお互いが支え合えるのは、夫婦としての理想の形だと思う。そしてそれから少し経ち、今度は義父の一周忌の法要がやってきた。私は夫と娘と一緒に法事に参加した。娘は親戚の子で仲良くなった子がいるようで、法事の場でも楽しそうに話していた。義母は親戚が私のことを気に入り始めていたので、悪口を言うこともできず悔しそうにしている。一周忌の食事会が始まり、私は宴会でお酒を注いだり料理を出したりと忙しくなった。だがそんな時だった。私が台所にいると急に娘の泣く声が聞こえてきた。嫌な予感がして宴会場に戻ると、娘の姿がなかった。一体どこに行ったのか探すと宴会場の隣の部屋にいた。そしてなんと義母が娘の前に立っていたのだ。母親に似て、あんたも不細工だね。泣いていれば何でも許されると思ってるんじゃないよ。私のことをあからさまに避けやがって。気に入らないガキだよ。義母はそう言って娘の腕を掴んでいた。私は慌てて義母のもとに駆け寄り、義母の腕を娘から離した。一体何するんですか？娘が泣いてるじゃないですか。私が力いっぱい離したので義母は尻餅をついた。痛い。なんてことするんだい。あんた。それはこっちのセリフですよ。まだ幼い子供を傷つけるなんてどういう神経してるんですか。私がそう言うと義母はニヤッと笑って宴会場へと戻っていった。ちょっと聞いておくれよみんな。嫁に突き飛ばされて怪我をしてしまったよ。怖いし痛いよ。義母は大きな声でそのように叫んでいた。私は呆れながら宴会場へ戻る。親戚たちは大丈夫かい？と心配して義母に駆け寄っていた。孫と戯れていたら急に突き飛ばされて。そう言って嘘泣きをする義母。なんでそんなことしたんだい？親戚たちは私を見つけるとそのように聞いてきた。私はため息をついた後、お母さんが娘にひどい言葉を言って泣かせていたからです、と答えた。義母はすかさず、嘘よ。私はそんなことしないわ。私を悪者に仕立て上げないでちょうだい。と怒った。親戚はどちらを信じていいかわからない様子だったので、私はスマホを取り出して、ある音声を再生した。それはこの前の正月の集まりの時に、義母が散々私を罵倒した時の音声だ。そこには耳を塞ぎたくなるほど、ひどい暴言の数々が記録されていた。義母の声は特徴的なので、親戚の人たちもすぐに義母の声だと認識した。義母は音声を聞いて顔を青くした。音声を聞き終えると親戚たちが義母を睨みつける。あんた、こんなひどいことを嫁に言っていたのか。もしかして、これと同じようなことを孫にも言ってたのか。だとしたら最低だな。そりゃあんたに会いたくなくて、嫁が何年も顔を出したくなくなるわけだよ。自分の行いを棚にあげて、嫁を悪者に仕立て上げようとするなんてありえない。親戚たちに責められ義母は膝から崩れ落ちた。そして夫が義母の前に立ちとどめを刺した。母さん、
これでようやく理解したか。今まで母さんがどれだけのぞみのことを苦しめてきたのかを。そして娘まで傷つけたんだ。俺はもう母さんのことを絶対に許さないからな。母さんとは絶縁する。そんな。マサト、待っておくれよ。夫は行こうと言って私と娘を連れてその場を後にした。それから数日後、義母がいきなり我が家を訪ねてきた。仕方なく玄関を開けると、義母はいきなり土下座をして謝ってきた。本当に申し訳ない。この通り許してくれ。残念ですが、私たちはもうお母さんを許すことはできません。お引き取りください。頼む。そうじゃないと手術代が。え、手術。ああ、私はどうやら大病を患っているらしくて、手術をしなければいけないんだ。だけど高額だから支払えなくてね。私は一瞬義母が気の毒になってしまった。こんな人でも夫の母親だし。すると休みだった夫が後ろから現れた。どうせ嘘だろう。え、嘘。マサト。どうして嘘だなんて言うんだい。本当に病気なんだよ。へえ、じゃあ詳しく話聞きたいから病院に連れて行ってよ。医師から手術について俺も息子としてちゃんと話を聞きたいから。え、それは必要ないというか。どうして？やっぱり嘘なんじゃないの？本当なんだから。義母はそう言ってその場から逃げ出した。その時点で嘘だということが証明された。全く油断も隙もないな。この際、新しい家を買って引っ越すか。夫がそう言ったので私は賛成し、新居を買って移り住んだ。義母に知られていない家なので、突撃される心配もないので安心だ。親戚の話だと義母は義父の遺産を使い果たしてしまっていて、生活費が足りなくなっているらしい。だから私たちに嘘をついてお金を調達しようとしていたのだ。だが絶対にお金なんて渡さないし、全部自業自得だ。頑張ってパートでも何でもして自分の力で生活をしてほしいものだ。一方、私は夫と娘と3人でとても綺麗で広い家で楽しい日々を送っている。これからも家族仲良く幸せに過ごしていってたくさん思い出を作ろうと思う。